はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はですね、以前もねやった企画ですが、有名人が作ったマリオメーカー2のコースをやっていきたいと思います。まあ、YouTube をね見てる方はおそらく知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらい有名な方です。東海オンエアの哲也さんの文系理系には無理っていうコースを遊んでいきましょう。まあね、僕ちょっとまだ見たことないんですよね。まあプレイもしたことないし見たことないんですが、おそらくね意地悪系なステージね、絶対こんなんだと思った。まあ意地悪系なステージだと思うんですよね。よし、でじゃあ上から行こう。上から行ってアイテムはなしか。どうしよう、これはこのままダッシュしてもう全部上から行かないといけないっぽいね。いいとこにあるよね、あのブロック。これ全部多分上からしか行けないっぽいな。よし、それじゃあジャンプしていく。でここもジャンプしていく。よし、でこのまんまゴールがあるのか、ゴールがあるのか、ゴールがあるのかい。ないな。でこのままジャンプしていったら、うっそー。ってことはスターを取ってめっちゃ早く来なきゃいけないってことかな。よし、それじゃあその通り行ってみるか。よし、オッケー。でジャンプで、この辺でつまずくんだよね。これスターかな。あ、やっぱそうだ。オッケーオッケー、これでいけると思います。多分ゴールはもう近いとは思うんですけど、これはどうなんだ。これはダメか。よし、それじゃあ気を取り直して最初から行こう。まあそこにね、まあ、中間地点にスターがあるだけですごい楽だな。でここを渡る。そして2個目のスターも通る。マックス早い人で18秒でクリアしてたんですよね。18秒、早すぎない？ちょっとめっちゃ早いよね18秒。これもうクリアしてるってことでしょ。まあ、めっちゃ早い人だったらスターのまんまそのまま行くんでしょうけど、そしてどうするんだろう。このまま右に行っていいの？でこのまんまパウであの子を倒しておいて、でゴールか。オッケー。いやー、めっちゃ楽しく遊ばせてもらいました。はい、それじゃあ次はこのコース、モコースペシャル。コース名の通り、あの有名なゲーム実況者さんモコーさんが作られたコースです。でマイノリティで、あれマイノリティってどういう意味だろう。今からねちょっとググってみます。で今ねマイノリティの意味を調べたんですけど、少数派って書いてたどういう意味だろう。ちょっと意味が深いな。なんか多分深い意味でしょうねきっと。それじゃあ早速遊んでいきましょう、モコースペシャル。でクリア率はね、まあ、4% ちょいぐらいだから、そんなにね難しくないと思うんですよね。まあゆっくりいけばもしかしたらワンチャン1回も死なずにいけるかもしれませんね。オッケー。まずキノコをくれるところが優しいな。でこのまんま走っていく。でまあワンワンには気をつけるでしょ。でジャンプジャンプ、オッケーオッケーオッケー。どうすればいい。一応このバネを、うそ、危ない。どうしよう、えどうやって行くんだろう。カメック邪魔だな。カメックは邪魔で、どっか上に行くところがあるのかな。この辺か。一応矢印が書いてるもんね。あ、ここではないよね。この辺かな。よし、でここ左って書いてる。あ、待って、俺照準したつもりなんだけど、この辺で当たりたくはないな。もったいないぞ。でこれ左行ったらどうなるんだろう。でクッパの、危な危な。なるほど、やっぱなんか出てくると思ったんですよね。そして右に行ったらゴールかな。どうなんだろう。このまま走ってく。そして鍵、あ、羽が出てくるのか。そしてスター、スター、やった、来た。これは早く行こう、早く行かなきゃ、早く行かな、多分クリアできないっぽい。よし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 、オッケー。でこれも羽か。羽は今いらないな。どうしよう。
でジャンプ。多分鍵を手に入れたからね。あ、これか。鍵ドアがあると思ったんですよね。そしてゴールはまださせてくれない。お、で新しいとこに出てきたけど、どうすればいいんだろう。これは何だろう、なんかのマークか。顔文字、顔文字かなこれ。顔文字っぽいな。ちょっと踏んでいこう。オッケー。あ、なんか一個だけ恋にならなかったぞ。キノコ、優しい。優しいな、木工さん。多分これでゴールでしょ、きっと。違う。待って待って、マジで。どういうこと？まだゴールじゃないの？ピードワンを踏む。どっちだろう。あ、待って、危ない。これ奥っぽくない？なんか。やっぱそうだ。よしよし、クリアできました。いやー、ここもね、一回やられちゃったけど、非常に楽しく遊ばせてもらいました。はい、それじゃあ次はこのコース、アンガールズ田中の挑戦状、有吉オリジナルっていうコースですね。これ誰が作ったかっていうと言うまでもないかもしれませんが、コース名に書いてある通り、アンガールズ田中さんが作ったコースですね。以前からこのコースは知ってたんですけど、やる機会がなくて、今日ね、ぜひやっていきたいと思います。楽しみなんですよ、このコース。まあ、クリア率で言えば 6.45% ってそんなに難しくはないんですが、確かね、なんかすげえね、そうそう、この毒キノコがめっちゃ追いかけてくんだよね、確か。あ、最初キノコくれるんだ。ありがたい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あのね、毒キノコから確かめっちゃ逃げていくようなステージだったと思うんですよね。まあ、テレビで紹介するレベルでぐらいだからそんなに難しくはないですよね、きっと。よし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 。逃げれてない。まだ追いかけてくるな。このまんま行くか。よしよし。で、ジャンプして、中間ポイント、オッケー、中間ポイントくれるんだ。ありがたい。そして、このドアでいいのかな？田中って書いてたね。山ね、確かあったな、こういうの。いやー、あの二人仲が良さそうだからね、見ていてね、こっちもね、ほんわかするんですけど。よし、じゃあね、ま、ほんわかする前にね、あの毒キノコから逃げていこうか。待って、めっちゃやばい、めっちゃやばいけど、スター、よし、スターを取っていこう。で、ジャンプして、これはこの土管に入っていいのかな。で、これはジャーンプできない。そっかそっか、確か何もしないでよかったんじゃないかな。待って、よし、逃げよう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 。待って、やばい、追いかけてくる。あいつが追いかけてくる。よし、そして確かここに入って動かなくってよかったと思うんですよね。確か何もしないで、そうそうそう、何もし、ここからね、全自動になるわけですよ。サンキューハート。バイ田中。で、このままゴールできるのかな、どうなんだろう。沼最高で、多分これでゴールと思います。よし、ゴール。まさか一回ね、やられちゃったよ。以前このコースしてるのを見たことがあって、めっちゃ面白そうだと思ってね、プレイしてみたかったんですが、今回プレイできてよかったです。それじゃあ今日の有名人コースはこれで終わりたいと思いますが、皆さんもね、ぜひ楽しそうなコースがあればやってみてください。それじゃあまたね。